どうも皆さん、工藤でございます。今回はつい先ほどありましたプレイステーションのステイトオブプレイのお話をしたいと思います。今収録しているのがステイトオブプレイが終わって、約30分ぐらい経ったタイミングですかね。はい、2023年9月の15日の朝6時からですね。多分あれプレミア公開だったと思うんですけど、ライブ配信ではなくね、だったと思うんですけど、約30分くらいかな、はい、あった、ステイトプレイをですね、今朝起きて5時半ぐらいに起きて、6時からねステイトプレイがあるって知ってやべえと思って最初はなんか全然見る予定なかったんですけど、起きたタイミングがちょうどよかったんで、あと数十分後に、ステイトプレイ始まると思ってちょっと見たんですけど、ステイトオブプレイはね、回によっては、当たり外れがあるというか、こんなもんか、みたいな、時もあるし、逆にね、実は今回は、結構個人的には気になる情報もね、いくつかあったりはしたんで、良かったのかなと思うんですけど、当たり外れもあるってことなんで、見たり見なかったりって感じなんですけど、今日は見てよかったかなというふうに思っております。で、今日は、ステイドゥープレイを見て、2つですかね。はい。個人的に気になったゲーム作品があったので、ちょっとそれについてお話ししようかなと思います。はい。では、まず1つ目ですね。まず1つ目は、皆さん、多分これが一番気になってたんじゃないかなと思うんですけど、ファイナルファンタジー7リバースと、発売日決定。しましたね。はい、おめでとうございます。発売日がですね、ちょっと待ってね。来年ですね。来年の2月29日に発売が決まったということで、おめでとうございます。いやー、どうなんだろう。やっとか、でも。やっとでもないのかな。実は言うと、私はですね、このファイナルファンタジー7リメイク自体を自分で遊んではいないんですよね。実は。はい。配信はもちろんやってないですし、配信活動する前に、自分で遊んだりっていうのもないですよね。なので、正直、いきなりリバースやるのはどうかなとも思ってはいるんですけど、やっぱりね、今その FF16 遊んではいますけど、全然ね、内容は全然違うけど、やっぱ FF 面白いし、話題作でもあるんで、セブン自体はね、すごい名作だって言われてるしね。だから、遊びたい気持ちはあるんですけど、なかなか他の作品との兼ね合いもあってね、ちょっと遊べてないっていう感じで、で、どうしようかなって思ってたんですけど、今回のその、ステイドオブプレイで発表されたそのセブンリバースの発売日決定トレーラーですかねの最後にですね、FF7 リメイクのインターグレードと FF7 のリバース、今度新しく出るやつですねの、ツインパックっていうのが、プレイオーダー、始まる、始まってんのかもうまだ始まってないのかちょっとわかんないんだけど、その2つセット、だから前作と今度新しく出るやつを一緒くたにしたセットが出ますよっていう情報があって、これはツインパック買えってことかみたいなインターグレードっていうのはちょっと調べたところによるとですね、プレステ5版に合わせてだったかな、普通のその7リメイクは最初プレステ4で出たんですけど、その新しいコンテンツ、ユフィ編とかですかね、ちょっとあんまり詳しくないんですけど、書いてあったわ、公式サイトに。ファイナルファンタジー7リメイク PS5 版にユフィを主人公とした新規エピソードが追加された作品みたいです。ライティングとか質感、背景の表現力が向上。4K で遊べるグラフィックモード。あとはパフォーマンスモードで 60fps ができたり。あとは私的には嬉しい、フォトモードがね、
追加されたりとか、まあ、そういった要素がまあインターグレードにはあるみたいなんでね、これはもうインターグレードを買うべきなんだろうなというふうには思っております。はい。ただね、その発売日が2月の29でしたっけ、2月29ですね、はい、にリバースが出るってことなんで、その日にさ、インターグレード手に入ってもしょうがないんだよねぶっちゃけ。できればその発売日、2月29日の発売日にリバースをこう始めたいじゃないですか、やっぱり。だから、まあ、ツインパックはツインパックでいいんだけど、できればそのセブンリメイクインターグレードの方は、まあ、予約した段階で遊べるようになってほしいなとは思ってます。まあ、どうなるかはちょっとわかんないんですけど、うん、いくらになるかも知らんわからないし、うん、なのでまあツインパック買おうかなっていうふうにはちょっと思ってはいるっていう話です。はい。で、予約できたら、リメイクの方をインターグレードの方をちょっと配信していこうかなとかね、考えてはいます。できればね、その2月29日までにちょっと遊んでおきたいなっていうところなんですけど、うん、今んとこですね、今月イース10がね、まあ、発売されるわけですけど、まあ、それと合わせるとイース、アーマードコア、FF16 でいい話の魔女、まあ、時たまヘブバンって感じなんで、まあ、5作品並行してやってるんですけど、まあ、でもそろそろね、いい話の魔女とか、うん、まあ、アーマードコアもね、多分そんなにストーリー自体は長くないし、まあ、2周3周しなきゃいけないっていうことはありますけど、うん、まあそんなにかかるものでもなさそうだし、まあなんだったら FF16 も、まあもうしばらくはかかるとは思うけど、まあ年内くらいには終わるんじゃないかなっていうふうにも思ってるので、うん、それを考えると間に合うんじゃないかなと。その年内にリメイクインターグレードの配信を始めて、まあなんとか2月29日ぐらいまでには終わるんじゃないかなっていうふうにはちょっと考えたりはしてます。はい。で、10月、11月、12月っていうのは、今んとこね、あ、でも、この後ね、ちょっとお話しする、もう一つの作品がね、実は11月にちょっと出るらしいんで、ちょっとまだわかんないんだけど、今んとこでも10月と12月はね、今欲しいゲームというか、購入予定のゲームないので、まあまあまあ、なんとかなるかなっていう気はしております。はい。じゃあちょっとね、 FF の話はここまでにしておきましょうかね。まだね、予約できるかどうかよくわかんないんですよね。公式サイト見たりしたんですけど、まあ情報出てからね、まだ1時間ぐらいしか経ってないんで、まあまあもう少し待ちましょうっていうことですかね。うん。では、もう一つのお話でございます。はい。で、もう一つはですね、まあ、個人的には FF よりもちょっとね、ワクワクしたなっていう、テイルズ・オブ・アライズの DLC でございます。はい。ダウンロードコンテンツですね。で、新しいストーリーが、まあ、追加されるものっぽいです。はい。何でしたっけ名前。テイルズ・オブ・アライズ・ビヨンド・ザ・ドーンですねっていう名前の大型 DLC が、まあ、登場するということで、こちらがですね、11月の9日だったかな、待ってよ、11月9日からね、ノーベンバー9だからね、そうだね、うん、はい。ってなわけで、11月9日にテイルズ・オブ・アライズの大型 DLC ビヨンド・ザ・ドーンが発売だよね、うん、するということなんで、いや、それもやりたいんだよね、うん。まあこちらもですね、実はテイルズ・オブ・アライズも配信してないんですよ、ゲーム実況で。うん、やってないんで、うわー、どうしよっかなーとも思ったんだけど、私がゲーム配信を始める前にね、テイルズ・オブ・アライズを遊んでしまったんですよね。非常にもったいないなと思ったんですけど、まあだからね、プレステ4で遊んだんだよね。だからプレステ5版を遊んではいなくて、だったらまあなんかいろいろ引き継いで2週目ぐらいやってもいいかなとか思ったり、うん、2週目やるか、まあだってもう最後に遊んだのいつだ、もう2年くらい経つのかな、テイルズ・オブ・アライズやってからね。なので
いきなり11月9日に DLC 来ました、じゃあ遊びましょうってなっても、多分ねもう操作感忘れてんだよね。うん、圧倒的に今はもう完全にあの FF16 とアーマードコアに最適化されたもの指になってるから、もうね、テイルズオブアライズにまた最適化させてい いかなきゃねいけないので、まあ、その辺のもう慣れの問題もねちょっとあるなとは思ってます。はい、ただまあ、大好きな作品でもあるし、一応ストーリーは一周クリアした身でもあるので、まあ11月9日にビヨンド・ザ・ドーン発売されたら、まあ買って配信しようかなとは思ってます。はい、てなわけで2つ目、まあ個人的にすごいね気になってる作品ではあったんですけど、テイルズ・オブ・アライズの大型 DLC ビヨンド・ザ・ドーンが、まあ、来るというお話でございました。まあ、さっきも言いましたけど、9月の末28日かなにイース10が発売されて、来月10月はですね特に何もないと思うんですけど、うん、今のところはないと思います。まあ、なので10月に関しては、まあ、イースをやる、アーマードコアやる、 FF やる、イハナシやる、でもイハナシ今月で終わりそうな気もしてんだけどね。うん、イハナシの魔女はね、どうかな、あと 3,4 回ぐらいかなって個人的には思ってるんですけど、なのでまあアーマードコア、 FF、 イース、この3つかな、で時たまウェブ版やるっていう感じで、うん、10月は進んでいって、まあできれば10月でアーマード、あ、でもアーマードコア 2,3 週あるからなFF が10月で終わればいいかなっていう気はしてますけどね。FF を10月で終わらせて、で11月に入ってテイルズ・オブ・アライズの DLC とかアーマード・コアとかイースやってって、イースはね結構かかると思うんだよな。イースはまあまあかかると思います。まあ奇跡シリーズほどではないにしろまあまあかかるとはちょっと予想してますね。で11月テイルズ・オブ・アライズの DLC で、12月また何もなくて、1月も今んとこ何もなし、で2月に、あ、そうだ、さ、2月29日 FF7 リバースだと思うんですけど、確か前話したさ、ペルソナ3のリメイクとさ、なんだっけ、グラブルリリンクって確か2月の頭ぐらいじゃなかったっけ、ほぼ同時期ぐらいに発売なんだよね。違ったっけ、あれちょっと待って2月やばいんだよね来年のね。グラブルリリンク発売、いや、リリンク調べて、確か発売日が前調べたよね、2月の頭じゃなかったっけ、そうだ2月1日だよ、2月1日、やばない2月2月やばいよな、ちょっとグラブルのリリンク、ペルソナ3リメイク、リメイクじゃない、 リロードだっけ、ペルソナ3リロードか、やっぱりリロードが、いつだったっけ、発売日はペルソナ3もね結構気になってるんだよな。2月2日、そうだ、翌日なんだよね、リリンクのリリンクの翌日に発売なんだよね。うわ、やばいだろ絶対、2月、3作品はちょっとやばすぎ。しかもどれもなんかめっちゃ時間かかりそうなゲームじゃんね。なのでちょっとね2月どうしようかなって思ってます。優先順位決めないといけないかなって感じしますよね。まあ FF かな、もしそのインターグレードをもしその、ね、2月ぐらいまで配信できてたら、まあ FF 優先かなっていう感じはしますけど、ペルソナとかね、グラブロリリンクは正直まあ続きものってわけでもないし、まあまたねちょっと時間が空いたタイミングで配信できたらいいかなとは思ったりしてます。まあペルソナじゃなくてね、あのアトラスが出す新作のねタイトルもあったりするんで、まあそれまでにねペルソナ3ちょっとやっときたいなっていう気持ちも実はあったりするんですけど、いやー今回のステイトプレイでね、ちょっとまたいろいろと考えなきゃいけないことがね増えましたね。
うん、何のゲームを遊ぶのか。まあ年内はそこまでね、ぎゅうぎゅうじゃないんだけど、やっぱ問題は2月だなっていうふうに感じております。はい。皆さんは、まあ多分ね、アーカイブ残ってると思うので、ステイトオブプレイのね、ぜひまだ見てない方は見ていただいて、まあステイトオブプレイ見なくても、プレイステーションのチャンネルに、トレーラーの映像が上がってますので、作品ごとにね、そちらを見ていただいても問題ないとは思うんですけど、もし気になる作品とか、ね、同じくファイナルファンタジーとか、テイルズ・オブ・アライズとか、気になってたとか、遊びたいみたいなのがあれば、ぜひぜひお便り、コメントお待ちしております。はい。ではでは、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。